鶴田国明は日本出身の実業家、元コンチネンタル航空上級副社長。在住するアメリカ合衆国では息子、淳の父として、ビッグ淳、そこから転じて、淳とも呼ばれており、鶴田本人も国明淳鶴田を名乗っている。東京の大森で生まれ育つ。小学校の時に第二次世界大戦が終結、日本は敗戦を迎えた。その時に、 アメリカ人の豊かさを目の当たりにし、日本が国際社会で生きていくためには、英語が必須と考え、英会話の学習を始めた。中学、高等学校の授業だけでなく、英会話教室に通ったり、米軍施設内の店舗でのアルバイトを行い、英会話の習得に努めた。19歳の時に3歳年上の女性と結婚し、父親となるが、 大学に通う合間に働いて生活費を稼ぐという苦しい生活を送った。しかし、そのまま英語の勉強は続けていた。1958年に川崎重工に入社、英会話能力を見込まれて通訳や英語のマニュアルの翻訳などに携わる。1961年には資材部に移動。1964年には日本航空機製造へ出向。 1965年には YS-11 のプロダクトサポート担当としてフィリピンのフィリピナスオリエント航空に派遣された。1967年から1974年まではピードモント航空へ派遣され YS-11 のプロダクトサポートを担当した。1974年に川崎重工を退社しアメリカ移住の上ピードモント航空へ入社。 1978年には整備部長に着任した。この時期に当時ウエスタン航空で整備部長の職にあったゴードン・ベスーンと出会い、ベスーンをピードモント航空の自分の上司としてヘッドハンティングすることになった。1984年にはピードモント航空の資材担当副社長となったが、当時のアメリカ航空業界では企業の上層部に 日本人を起用するのは極めて異例のことであったという。当時、社内にまだ残っていた男女差別を撤廃したことで、異色の日本人マネジメントとして NBC から取材を受けている。ピードモント航空での購買に関する逸話も多い。以下はごく一部の例である。US エアとの合併の際に交渉記録を見た担当者は、鶴田はシャイロックかと驚いたという。 1989年、ピードモント航空が US Air に買収されると同時に同社を退職。ミッドウェイ航空に入社し、規制緩和下での業務改善に努めたが、1991年11月にミッドウェイ航空は倒産。ノースカロライナで倉庫業を始めたほか、ボーイングのコンサルタントとして、ロット・ポーランド航空の再編に携わった。 1994年2月、ゴードン・ベスーンの誘いを受けコンチネンタル航空の上級副社長として入社。資材部で在庫や購買コストの見直しを行った。また、現業部門を視察し、従業員の職場環境の改善も行った。従業員の士気を高めることは、ゴードン・ベスーンの策定した再生プランである、ゴー・フォワードプランの方針にも合致するものであり。 就任当時には業界再開であった定時運行や荷物紛失率などを約1年で業界トップにして同社の再建に貢献した。再建が軌道に乗った1996年には騒音規制に対応する方策として保有機材の6割を新機材に置き換えることを提案。その主張が認められた結果、1999年には 同社の航空機の平均使用年数は7.4年となった。2003年3月に退社、同社顧問となる。コンチネンタルが、ユナイテッド航空と経営統合した後は、日本航空、三菱航空機シニアアドバイザー、コミイ株式会社顧問に転身する。3歳年上の妻、一男一女の父。妻は、ノースカロライナに在住。長男は、 コンチネンタルコークルに勤務している。ゴードン・ベスーン、スコット・ヒューラー、大逆転 P243、ピアニッシも396から397、ベスーンは鶴田を純鶴田と紹介している。鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。ピアニッシも5から6、鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P248、 鶴田邦明、侍、米国大企業を立て直す。P147、鶴田邦明、侍、米国大企業を立て直す。P151、鶴田邦明、侍、米国大企業を立て直す。P168、鶴田邦明、侍、米国大企業を立て直す。P168。なお、当時の US r の社長は、ユダヤ系アメリカ人であった。 鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P229。1995年当時の平均使用年数は14.4年であった。鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P112、鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。P50、鶴田国明、侍、米国大企業を立て直す。 P226 鶴田国明侍米国大企業を立て直す P239 ありがとうございます